の絵描きです。それができるかということですね。漫画家はそうでしょ、8時間以上描きますよね。何日も徹夜して描くわけじゃないですか。それができるのが漫画家ですよ。半端な精神じゃ続かないでしょうね。画家もそうです。デザイナーになりたいという学生も結構います。デザイナーになりたいという学生がいるんですけども、その人はどうしたらいいの。イラストレーター、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、ゲームデザイナーありますよね。その人たちは何をやるかって言ったら、もう早速ですね、自分がやってることのポートフォリオを作ります。ひたすら外に出ていって持ち込みですよ。どうでしょうかって見せていく。そういう営業活動をしない限り、こういう職業になっていかないわけです。どこに行ったらいいんですかっていうのを三浦先生に聞いたり、伊藤先生に聞いたりするとね、ああ、じゃあ卒業生にこういうのがいるから持って行ってみたらとか、アドバイスしてくれます。もう1年、2年のうちからどんどん外、学校の外にね、自分の作品を持ち込んで、漫画家が原稿を持ち込みするようにイラストレーターになりたいっていうんだって、イラストを描いてポートフォリオを作って、それをもう持っていくしかないんですよ。そのぐらいのことをしてない限り、なるなる詐欺なんですよ、ということですからね。皆さん、甘い世界じゃないですからね、この辺のところは知ってほしいなって思います。で、あと簡単に言います。2年前に卒業した学生の例をちょっと挙げておきます。これはね、松原君という私のところ の, 研究室で出た学生なんですが、彼札幌の出でしたけれども、彼は入学した時からね、川吉なんです。で、私の研究室2年生の時に所属した時にね、言ったんです。先生、僕は車しか描きませんので、言うんですよ。それはいいけどさ、いろんな課題があるじゃないの。いや、僕は車だけなんです。どんな課題を出しても車にくっつけた作品とした課題をね、処理して出してくるんですよ。そこまで徹底しましたけどね、随分もう本当に好きなんですね。これがこれか、水彩で描いたものをですね、パソコンに取り込んで仕上げたりっていうような形のことがだんだんできるようになっていきました。これ2年生から3年生の前半ぐらいの間に描いたものなんですかね。ものすごい量描いてましたね、はい。それで卒業制作はですね、まあいいよ、これでいいよと、A2 を4点作った、こういう作品で卒業しました。結果的にですね、ポリフォニーデジタルっていう会社ありまして、これはグランツーリスモっていう一番 の, ゲーム、車のゲームありますよね。そこ の, 会社の何デザインって言ったかな、に仮採用、あそこは直で乗りませんので、仮採用されたわけなんですよね。だからもう、いろんな形のことでですね、車好きだっていうことはよく知られていたし、学生の頃からね、学校にいないんですよ。授業終わるとすぐ帰っちゃう。お前研究室で少しはみんなと話しろよって、いや僕は家に帰って絵描きたいんです、すぐ帰っちゃう、そういうやつでしたね。その代わりね、オフ会って言ったかな、そういう車好きのそういうネット関係のね、コミュニティがあるわけですよ。そこの連絡を持っていてですね、オフ会があったので静岡まで行きましたとかですね、東京で今回あるんでまた行きましたとかね、なんかそういうところにはね、弁護士とか医者とかね、そういうのがいるんですよ。あとはアパート経営してる人に知り合いになって、ほとんど安く向こうで生活できるようにしてもらったとかですね、なんかその辺がうまくこう生きていくことができるやつでしてね、松原君は2年後に、まあ、就職したんですけど、卒業制作はね、その後ね、この卓上カレンダーになったりとかですね、これは作品掲載とかになってましたね。で、3年生の頃だったっけな、オートスポーツって2週間に1回出てるカーレースの雑誌ですけれども、それの表紙を頼まれたりなんか、これ全部一人で書いてるわけですよ。こういうような形 の, デザインをするようになりましたけども、もう徹底して、車好きでしたね。ものすごい知識ですから、いくらでも話すわけですよ。話し始めたら止まらないっていうことでね、非常に面白いやつだって可愛がられたわけですね、まあ、そんな人が松原君でしたね。漫画の方はですね、これまでも何人か出てるんですけど、4年前にですね、私のところ5人の学生がいたんですけども、ゆりさんとさよさんというのが、その2人が、今もまだ漫画を描いています。で、ゆりさんの方はですね、スピリッツ賞入選っていうところ30万もらったりとか50万もらったりとか、なんかそれ取ったんですよ。それで少ししてから、これで受賞者っていうことで
クワガタユリっていう名前にしたんですけども、またこれも乗りました。でね、この一部分なんですけど、これ例えばですね、そのことに気づいているのは私とデミ先生だけとかありますけど、これね、梅田先生、梅田教授ってなってるんですけど、4年前ぐらいにね、退職したね、梅津先生っていうのがね、白衣を着たこんな先生がいたんですよ。それが漫画の中に出てきてるし、このテーブルとかね、このレイアウトはね、私のところの研究室まんまなんです。編集室まんまなんですよね。で、これわかりますか？これはこちらの方の1ページですけど、この音楽棟の校舎の建物がね、ここになって、お前なんでこんなもの書くの？ちょっと、やっぱり自分が生活したところっていうのはすごくこうリアリティがあるから書きやすいんですよ、という、そういうことを言ってましたよね。で、さゆさんの方はね、卒業した後でですね、北見のね、メガネ市場に勤めたんですよ。メガネ屋さんに出しになります。まあ、それはまだちょっと無理だろうか、ということで、辞めたつもりで行ったんだけど、2年ぐらいしてからまたやり始めましたって言ってましたよね。まあ、こんな風に前からずっとこういう風に、ね、少しずつやってて、これもなんか賞取ったり、コンテストで入ったりした、この2人がやってました。でもね、ゆりさんの方はね、私がね、4年間のうちにね、彼女が漫画を描いているということ自体は一切秘密にしてましたね。私は漫画投稿してるなんてことは知られたくなかったんです、そういうような人でしたけどね。それで、ゆりさんはですね、2年生私の研究室に来た時にですね、個人指導してるわけですけど、持ってきたのこれなんですよ。この絵を持ってきたんですよね。もうこれ岩崎千尋そっくりだね。ちょっと、はい、私がやりたいのは岩崎千尋みたいなこう透明感のある水彩画を描きたいんですって言ってたんですよ。って言って、これでね、1ヶ月ぐらいかな、何回こういうものを持ってきたんですよ。でね、私言ったんですよ。お前これ本当にやりたいつもりでやってんの？どうもそれは形だけのような気がするけどね、って言ったら、とか言って言わないんですよ。あと他に何か書いてるものないの？見せてみなよ、って言って、そしたらね、こんなものをね、こんな落書きをいっぱいね、メモ帳に持ってたんですよ。これがいいよ、と、これをやんなさいよ、って言って、こんな落書きみたいなもの卒業制作とかにならないでしょう、って、それはいいんだよ、やってみな、って言って、やりますとか言ってね、それで私パソコン苦手だから何もできませんとかって言ってたんだけど、まあ取り込んでちょっと浮かしたり影をつけたりして組み合わせていけばいいじゃないのって、でこれは A2 で作ったりなんかして、3年生になった時こういうふうに活用して、卒業制作100選近くですけど、びっちりとこんなものを作ったわけですね。まあそういうことでですね、最初はこう岩崎千尋になりたいって言ったのがですね、嘘でですね、ぐちゃぐちゃのこういうことがね、変な絵が好きなんだ、これでコンテストに出したやつでもこんなのがですね、そのままです、その後ね、生きてるということなんです、ね、2年前でしたけど、カブちゃんっていうのがですね、ビッグコミックスピリッツの増刊みたいなもの、スピリッツ増刊か、それの、まとめたものが出たんですね。ビューリーさんはね、東村明子さんのね、アシスタントになったんですよ。お前よくなれたね、私もそう思うんですけど、非常勤でここに来てくれている京都だったっけ、非常勤の先生がいてね、その授業を受けたんです。その先生のことを、まあ、含めて私仕事辞めて東京に行っちゃって、どっかにアシスタントになりたくってね、先生どっか紹介してくれませんかって言ったら紹介してくれたんです。そしたら東村明子さんとかに覗きに行ったんです。最初断られて、北海道から来てこのわけのわからん子を引き切るわけにいかないからって言ったんだけど、まあ何回かこう会ったうちに、まあいいや、じゃあちょっとやりませんって言ったら、いやこの子はなかなか力あるよということですごく可愛がられてですね、それでね、デビューしちゃったということなんですね。それでその後のね、ネットなんかにも書いてある、比較化け物、北からやってきた謎の新人足とか、そういう扱いになって頑張ってますけどもね、まあ、そういうような感じで彼女は今漫画家のアシスタントやり始めてるっていうことがあります。まあいろんなそれぞれ人にはですね、能力の多様な要素を持っているわけです。ですから、皆さんもですね、自分のいいところは何か、良い部分を引き、実はね、自分じゃ分かんないんですよ。
私がゆりさんのこれいいよって言ったら、こんなものっていうような感じのことって結構あるんです。自分では自分の良さってなかなか分かんないものなんですよ。だから自分の良さというものを引き出すのが私たちの役割だと思っていますけれども、皆さん自身もですね、何が自分にとって特技になるのかなというようなところを生かしていく、伸ばしていくっていうふうなことを考えればいいんだろうなと思います。自分では自分のことなんかなかなか分かんないんですよ。お友達とかね、先生とかね、それと話してる時にね、私がいいと思わなかった部分っていうものも、なんかこれいいんだなっていう気づかさせてくれるって結構あるわけです。まあそういう生活を送ってほしいなって思います。時間が来てしまいましたので、今日はこれで終わりにしたいと思います。はい、以上です。